阿部さん、はい、日本の防衛力って世界基準で見たら強いんですか？弱くはないですけど、圧倒的に強いっていうわけではないですね。アメリカがダントツなんですけども、それに続くのがまあ中国やロシア、インド、イギリス、フランス、まあ、こういった国々が上がってます。いろんな統計があるんですけども、オープンにされた情報の中から見ると8位というような評価もあります。日本の場合は自衛隊の隊員の数そのものが非常に少ない状況に陥っていると。したがって、防衛装備よりもまずは隊員の確保、これによってより精強性を高める必要があるんじゃないかなというふうに思います。